どうも皆さん、おはこんばんにちは、タカポンです。ではね、狼の絶景版続きやっていきましょう。ワンコ寝ちゃってね。よし、やっていきましょう。さてと、桃を切るんだね。あ、間違えた。はい、こりゃすげえや。亡くなってた村が蘇った。昨夜の姉ちゃんが本当に村を守ってくれたんだな。そんな女の父をまさぐっちまうなんて、おいら一寸おい。でも村が無事かどうかはまだわからねえ。何やらとんでもねえ怪物が現れたみたいだし、とぼかって村の様子を見に行こうぜ。了解。まるでね、ワンワン泣いてくれる。お誰だ。なんだいこりゃ。こんなところに石像なんてあったっけ。まあいいや、さっさと人間を探そうぜ。おお。かわいい。普通にこう歩いていくとこんな感じ。犬だな。完璧な犬だな。ワンコかわいい。そこら辺石像だらけ。こっちもだ。石みたいに固まってまるで小さい妖怪なら方法で見るけど、あんなうなり声は聞いたことがねえや。早くまともな人間を探そうぜ。いいよ。これは？昼間はみんな普通に生活してたのによ。あまこう。やっぱりこいつは普通じゃねえ。村が復活してからも空が真っ暗ってのはどういうことだい。まさか村の外まで真っ暗闇なんじゃねえだろうな。どこか見晴らしのいい場所へ上がって辺りの様子を調べてみようぜ。おお、あ、こっちに行けた。本当はね、空真っ暗だ。どうやら村中が普通じゃなくなってるようだな。よく神原市の言い場所に向かって、そうだね。おお、あ、危ない。おお、ここか。やっぱりダメだ。空のお天道様も消えちまって、地平線の向こうまで真っ暗だ。村のみんなも一人の暮らず動かなくなっちまってるし、やっぱり得体の知れない怪物の呪いかよ。まさか永遠にこのままってんじゃないよな。せめて丸いお天道様が照らしてくれやよ。空にくるりと丸を描いてお天道様の出来上がりなんて、やっぱりいかねる狼様でも無理な相談だよな。誰か他の筆神様を探すか、それともお前自身に最初からそんな力が備わってるなら話は別だけどよ。
さ丸を書きましょうか。そう、そうかい。お前の名前はアマテラス。アマテラスっていや、太陽神の呼び名だ。太陽の腕技、光明だけは失うはずがねえや。その力さえありゃ、夜を昼に変えるのも思いのまま。まったく、大したもんだぜ。狼様ってのはよ。流れる筆は五花の調べがごとく。これはオイラのじじいが呼んだくで、優れた石の技はまるで楽器のように、みやびやかだって意味さ。その国ちなんで、お前のその技、筆調べ、と呼ばせてもらうぜ。その筆調べで、見事お天道様を呪ったことだし。さあ、アマコ、早速村へ戻ってみようぜ。みんなが無事かどうか気になるし、それに。なんじゃお主は。みかん。長老みかんじ。あれ、ポンポンやって食べ物のスマッチにしてる。これは白い王か。まさかあのイザナギ様と共に戦い、恐ろしい怪物を退治したという伝説の白い狼、知らぬ石様。いや、そんなはずはないわい。あの伝説は100年も昔の話じゃ。しかしそれにしてもよく似ておる。知らぬ石様の像にそっくりじゃ。かわいいな、おい。と思ったら、知らぬ石様にしてはちょっととぼけておるかのう。なんじゃ急に うねり声なんぞ、あげよって。わしの悪口が悪かったのか。じゃあとぼけたか、おとぼけてると言って何が悪い。はて、急に背筋が寒くなってきたぞ。よく見な、あの子。あれが今この国中にあふれている妖怪どもだ。ああやって人間から姿を隠し、村に入り込んで悪さをするのさ。まあ、みたいな。ここは俺が名刀伝行丸で。何やねん。みかんじだよ。お前切れると結構アグレッシブになるな。それより甘く、今都合よく幸玉を手に入れたじゃねえ。ほれ、妖怪どもを退治した途端、枯れた泉に水が戻っただろ。あれは妖怪ども、抑え込まれていた土地の神様の力が復活したからさ。人間たちはそれを神の力の降臨、神おろしなんて呼んでるぜ。ともかく、ああやって綺麗な自然が蘇れば蘇るほど、狼様であるお前の前は力の源である幸玉を得られるってわけだ。今時神様を信じる人は少ないから、お前も調子は出ないだろうけど、幸せいっぱいになればいつかは全盛の力を取り戻せら。それにしても妖怪どもめ、ここ最近急に増えていきやがったぜ。お前が放り投げたあのみかんじいさんも、お堀になった。ちゃんと戻してみかん、みかんを戻した。お前のことをただの狼にしか見えなかったみたいだし、人間には見ることができないほど神様の力は弱まってるんだな。ともかく村の中ならオイラが案内するぜ。旅は道連れ二人連れ、楽しく行こうや。気分くじゃら気分くじゃらいと思ってるな。おいよ、何だこれ。エブクロ、カコ豆。入りたてのお豆、豆好きな動物にはたまらない一品。
あの子、なんかうまそうなもん拾いやがったな。と思ったら、なんだい動物どもの餌かよ。でも動物どもを餌付けるのもいいかもな。後で、その辺の動物に近づいて使ってみたらどうだい。うまくいけば、なんかいいことがあるかもしれないね。あんまり神様が生き物に肩入れするのもあれだろうけど、まあちょっとくらいのおまけはいいんじゃねえか。そうだ、ついでにお前に一ついいことを教えてやるぞ。旅の途中で手に入れた持ち物を確認したいときは、スタートボタンを押して道中奥義を開くのさ。道中奥義を広げたら、そこで持ち物を使えたり使ったり調べたり、とにかくいろんなことができるぜ。何事も道中奥義で確認すること、それがいい旅の秘訣だ。ポチッと。サチタンもこれか。サチ困るて。おうおう、あ、50必要ですよということで、はいはいはい。このサチってやつを消費して、サチ玉かサチ玉のこのゲージっていうか、これを消費して、これ50とか300っていうのはそれぐらい必要ってことか。やっぱ20しかないよと、あ、無理ってことね。なんやこれ、なんやこれ、スズメとワンコがツーショットで餌あげてるのを見てる。なんだこのシーン。じゃあちょっと今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。